分の気持ちはすぐに遠くに向きましたので、まあ、とにかく今は福島県民の一員ですので、とにかく自分が役に立てることを一つでも多くやりたいなと思っています。この神社に心を寄せていただいている方がやっぱりいらっしゃるんで、その方たちと一緒に後世にこの花釜のことを残したり、松並みのことを残したり、もう震災によって価値が変わったんだよね。自分過ぎな魚取りして、そしてここにいれば、ここのためにもなるし、夫のためっていうかな。東京で人口一人増えましたより、小松で一人増えましたの方が価値あるじゃん。できない、やめますではもう済まないんで、自分のやれることを一生懸命やるしかない。何を伝えたい？ね、最初だって取りに行ったとしてもずっと泣いてたから何も取れなかった。いろんな人にこういう風になってるんだって伝えたいから。まあ、実際親父はその、まあ、殉職っていうかね、かっこいいけど、その魚が美味しいっけ、刺身美味しいっけ、焼き魚美味しいっけっていうのは本当は負けたくないと、ここにもね、体験したことをそこの現地の人が言う、町民が伝えるって大きいですよね。少しでも自分がこの震災で学んだことっていうのを話して、それがいろんな方に伝わっていけばいいなっていうのは。支援者をつないだり、地域と一人一人をつないだり、また神戸に帰ったら地域へ出てどんどん皆さんと顔の見える関係を作っていけたらいいなと思ってます。釜石に残った最後の芸者になるわけなんですけど、津波はね、物は流すけど、その人の持った芸は持っていかれませんよね。だから生きていることですよ。とにかく頑張って、まあ釜石のために大いに張り切ってね、まだ大丈夫だと思うんです。